はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、前回の続きからやっていきたいと思います。まあちょっとメールとかがだいぶ溜まっちゃってますね。メンテナンスのお詫びとか。これ何？お、レア召喚チケットに早速、今回もガンガンガチャ引けますね。これは1200、1300、1800までいった。今回はガチャタイムだ。まずは普通のガチャから引いていきましょう。一回引けるんでノーマルガチャ。まあ、これはね、もう前哨戦なんで全然気にせず、期待もせず。パリリーンとミーゼル、もう全然わからん。あれ？ミゼルとか言って星 3？ 緑魔導士ってなんだ。しかも全然期待してなかったけど、結構魔法は覚えるな。あー、緑魔導士ってなんか補助系だな、魔法を見る限り。なかなかいいのが出たっぽいっすね。じゃあこの調子でレア召喚、まずはラピスを使っていきましょう。3回引けますね、ラピスで。そうだよ、これと同じ色だったもんね、さっきいつも白だったのに、普通の召喚は。あ、リディアだ。リディアは星3なんだ。これは完全に魔導士系ですね。召喚師になってるけど、召喚師になってるけど召喚魔法使えるのかよ。じゃあ次いきます。まあ4がいいっすね。4が攻めて頼む。これは普通の青。こっからパリーン、ピキーンみたいな。ならない。カイエンだ。カイエンは刀系っすね。魔法とか覚えんのこいつ覚えない。じゃあもう一回ラピスでは、これが最後。お、これは星4じゃん。いいね。いや、ここまで来るとちょっと星5欲しくなってくるな。ルナ、こいつは弓キャラか。弓キャラのレア4。なるほど。じゃあ召喚チケットが2つあるので、これももうバンバン使っていきましょう。これは3っすね。さあ誰が来る。パンネロ、結構いっぱいキャラいますね。パンネロ踊り子なんだ。これも3か。まあでも4が1つ出たからまあいいかな。お、カインだ。カインも3だったんだね。カインとかなら4になっても良さそうなキャラだけど。ということで星4が1つ出ましたね。あとは星3と。で、そうそうそう、ちょっとパーティー編成的なものでレベルにマックスになったのが2人いるんで、まずこいつっすね。強化できるのかな。強化っていうか覚醒。素材が足りません。何が足りない。これ一番右のやつ、神結晶とかいうのが一個もないと思う。これダメだ、足りない。クルルは、クルルの覚醒。あー、もうここまで来ると神結晶が必要なんだな。じゃあちょっとレベルはマックスになってるけど強いんで、このまま行きますか。ちょっと経験値はまた無駄になっちゃうけど、じゃあワールドに行きましょう。ちょっとガチャやってて長くなっちゃったけど、次はそう、ランゼルト加工。まあ今回手に入れたキャラは少しレベルを上げて、まあパーティー編成を少し見直しますかね、次までに。まあレインとクルルがマックスになってるんで、でもまあちょっとレインは外したくないよな、主人公だし。この加工の近くに小さな村があったはずだ。そこで砂漠越えの物資を調達するとしよう。何、立ち止まってる。ねえ、レインとラスウェルは今までもずっと一緒に行動してたの？いけないか。
まあ幼なじみだからな。小さい頃から同じ家で育ったし。幼なじみ？一緒に悪さをした仲間でもあり、一緒に怒られた友達だってことさ。そんな説明かよ。悪さをしたのも怒られたのもお前だけの方が多かったけどな。仲間、友達、ちょっとよくわからない。お前には友達がいないのか。まあ立ち話もなんだ、早く村に行って休もうぜ。友達のいないフィーナ。そうか、友達が何かわからないのか。それは寂しいことだな。まあ本人が寂しくないって思ってれば寂しくないんじゃないですか。じゃあこのフレを連れてきましょう。いつの間にかフレオニールになってるし。仲間って何？友達ってどういう人？レイン、ラスフェル、私に教えてよ。そうだな、改めて聞かれるとちょっとな。結局何にも答えないのかよ。もうこれはね、ちょっと全体魔法を主体に言った方が早いんで。フリオニールなんか覚えてる？覚えてねえなー。サンダーと。よし、行け。ん？おお、倒したか。あとはゴブリンガード。おお、何回食らった？あれ、ここ何戦があったっけ？参戦か。大体参戦か。ストーリーは経験値の間とかだと4戦あるんですよね。クルルもこいつはサンダラに弱そうだな。上のサハギンっぽいやつは絶対サンダラに弱いぞ。逆にウオタラ効かなそう。あれ、すげえ、めっちゃレジストされてる。スタン、うん、そんなもんは効かん。無駄だったよな。1255、今そんだけ当たってた。見間違いか。サーニンは弱えから、とりあえずサンダラをぶっ放すとこ一発。これでどんくらい減るんだ。あ、でもこんなもんか。ブリザラ効くの。どうだ。ああ、後ろのやつがブリザラ効かないのか。なんでだ。サハギンがむしろ効かなそうなのに。あ、後ろのやつ結構魔法耐性があるな。なるほど。じゃあ、あとは攻撃するか。ピットフィーンド。でもさ、この世の中にはさ、こんな魔物がさ、うようよしてんだよね。いやー、うかつに外も歩けないな。ここ見る限りは普通の河原じゃん。河原で遊んでたらモンスターに襲われる。いや、普通の一般人だったら絶対殺されるな、これ。普通の一般人って何レベルくらいあるんだろう。でも兵士も相当弱かったですからね。川沿い。一応4回まではいける。X でそう連れてこう。自分のためではなく、そいつのために行動できる。それができる相手が仲間であり、友人だ。もっと簡単に言うと、十分簡単に言ったつもりなんだが、それがわからないということは、お前はまだまだ友達としての資格がない。X です。ファイガ、
すげえ超強い X です。欲しい。ファイガー、おー強いんだかわからん。でもまあ2ターンでキルできるか。倒した？倒してね。またちょっと残ってる。お、X です。なんかすげえ次元の剣みたいなの持ってる。無の力だなこれは。いいな X です。また魔法集体でいきましょう。エクスデスは、サンダーにしようかな、じゃあ。ん？あと2回しか使えない？もしや。めっちゃ使うな、マジックパワー。おー、ブラスター、めっちゃいっぱい。まひった。マジかよ。すげえな、エクスデスの攻撃。めっちゃ強そうだけど。別にそこまでではない。あれ、この麻痺って次の戦いまで持ち越されるのか。あ、持ち越されはしないか。じゃあレインは自分のためじゃなくてラスウェルのために行動できる。ああ、俺はいつもそうしているなあラスウェル。まあお前がそう思っているのならいいんじゃないか。そういうことで。ん、なんだ、行動ができない。麻痺が一旦続いたってことか。こいつらは魔法が効かないんで。あれ、なんだよくわからん。攻撃でいきましょう。ちょっと召喚魔法が使えるから召喚魔法使っちゃおう。レインがルナティックボイス。眠れ。ここで眠れないと眠らないからな。半分ちょい減らせられるか。あ、全然余裕だな。X です。背景もなかなかいいな。お、なんか無の力を取り出した。ただ、X ですはいつ裏切るかわからん。もともとは悪だからな。神結晶が欲しい、神結晶が。どこで手に入れられるんだろう。泣かす。え、何？アイテムがいっぱいです。マジか。え、どうやればいいんだ？アイテムを拡張しようとすると多分ラピスを100使うことになるんですよね。素材一覧、こっから売れんのかいきなり。なんかいらなそうなのある？あんまりラピスこういうので使いたくないんだけど。木材とかもういらなそうだけどな。52個じゃん。2つ捨てないといけないじゃん。てか種類多すぎだよ。何がいらないんだかさっぱりわかんないけど。生命の玉とか。ここら辺は多分ね、その魔法を作るのに役立つんすよね。どうしよう。木材を捨てるか。これをどうすんだ？こっち持ってくるのか。売却。複数売却。木材捨てましょう。一番いらん。この死んでる虫とかいらなそう。いやでも何か使うんだろうな。じゃあこれでいいや。でもさ、どうせまた手に入れたらさ、また売ってくださいってなるよね。もうこの時点で。
アイテムがいっぱいとは。あ、ビビは絶対魔法キャラだから、ビビ連れてこう。と思ったら敵一体だし。ラスウェルはレインのためにいっぱい行動してるよね。レインはグランシェルトの歴史に名を刻むような騎士になれる男だ。騎士としての実力は申し分ない。あとは人間としての器量だ。王からは信頼され、国民からは慕われる。そのためには礼儀作法や知識などを身につけなければならないんだろ。まったくしんどい話だな。心配するな、そのためのサポートは俺がしてやる。なんだ、ラスウェルめっちゃいいキャラじゃん。レインのことを買ってるな。おお、ギリギリ倒せねえし。まあ、ビビが攻撃に走ってるからな。中州ってことはまだ続くな。ビビちゃんはファイラ、クルルはサンダラで、ファイラのプリザラ、アンゼルムはウォータラ。よし、行け。できれば一旦で仕留めたいけど、いけるか。いけない。まあでもこれは2ターンでいけるな。おお、いけなかった。見積もりが甘かった。私の命に対する見積もりが甘かったようだな。あれ、なんか花、あのアイテムを持ってなさそうだな。またアイテムを捨てろとか言ってきそうだな。これ絶対魔法でしょ、真ん中のレリーフとかいうやつで。後ろのやつは最後に総攻撃をかけて倒すか。よし、いけ。うお、めっちゃ効いてる。あ、こいつもスタンか。ただ虫の息だから楽勝だな。あれ、変なのもまた持ってたっけ。もはや何を持ってるんだかさっぱりわかんない。悪魔の尻尾、悪魔の尻尾なんてあったっけ。怪魚の餌場。いやー、やっぱり拡張って何個拡張するんだ。ちょっとそれを見てみよう。アイテム、どうやって拡張するんだ。どうやって拡張するのか分かんないから、素材を捨てるか。また1個捨てれば大丈夫だな。多分ね、いっぱい持ってるやつはすぐ手に入ると思うんですよ。シンクの涙とか、でも確か召喚獣鍛えるのに必要だった気がするな。全然わからん、マジで。行動とかすんげえいっぱいあるんだけど。風呂、もう銅を使ったものなどいらん。時代はミスリルだ。持ってないけど、いずれミスリル素材の装備が出てくるでしょう。 FF といえば。よし、じゃあ餌場に行きましょう。誰を連れてか。暗闇の雲か。あ、シャンクスがいる。シャンクス、この人ワンピース好きだな。ジェラール、ロマサガ好きかな。他は分からん。暗闇の雲を連れてくか。30レベルの。魔法でいきましょう。また暗闇の雲って何があったっけ。攻撃くらいしかやることがない。
大体さ、この上のカエルとかさ、ちょっとちっちゃく見えるけどさ、実は人間と同じくらいのサイズっすよね。よほど巨大だよな。人間と同じくらいのサイズのカエルが出てきたらマジ怖いよ。自分のためじゃなくて、その人のために行動する。それができたら、その人と仲間になれるってこと？まあそうだな。それで仲間になれないのなら、そいつはかなり嫌なやつということだ。ふーん、わかった。なんだお前はやっぱり友達が欲しいのか？オーガニトード。ほら、大体人間と同じっすよ。暗闇の雲と同じくらいのカエル。いや、超気持ち悪いわ、それ。まあ、クアールはね、でかくても、ちょっと想像はつくけど。クアールよりちょっと小さいカエルっすからね。で、あの色。実際にいたらもう、超ダメっすね。ほら、この魚も、人間と同じくらいの大きさっすよ。人間と同じくらいの魚が空中に飛んでて6匹出てくるって。とんでもないことだぞ、これは。それに立ち向かう。こいつら。やっぱすげえなぁ。暗闇の雲をただやることがねえな、マジで。おぉ、ウィークネスだった。これは一旦、あれなんだ、飛び跳ねる、ジャンプか。いや、これは魔法を使った方がいいな。うおー、来たー。また魔法で総攻撃をかけよう。これはエアドラの方が絶対さ、これウォータラ効かねえだろ。クルルのサンダルだな。暗闇の雲かな。意外にちょっと役立たずだったな。呼んでおいて申し訳ないけど。よし、いっそう。またアイテムいっぱい手に入れた。村が見える。あそこで休憩だな。ああ、だがあまりゆっくりはしてられないぞ。いいな、フィーナ。うん。やっぱりフィーナはちょっとラスウェル苦手。お、暗闇の雲こんな格好してるんだ。知らなかった。ラピス100、400。次でまた一回引けそうですね、ガチャが。ベディールが31レベル。ラスウェルも多分40レベルになるとマックスだと思うんで、だいぶ上限なってきたな。ここら辺も整理しないといけないのか。暗闇の雲は、多分必殺技が強そうだな、波動砲。はい、というところで、まあ今回はガチャを結構引いて、まあ星4も手に入ったんで、ちょっとそうなると星5が、欲しくなってきますね。まあいつか手に入れられればいいですけれども、今回はこれで終了したいと思います。